オールスター番組対抗ボーリング大会。オールスター番組対抗ボーリング大会。オールスター番組対抗ボーリング大会は、1979年秋から1987年、春まで、テレビ朝日系列の新水曜スペシャル内で、春秋の改変期放送された、特別番組、バラエティ番組である。テレビ朝日系列で放送中の人気番組や、 春秋の改変期にスタートする新番組の出演者たちが一堂に会し3ブロックに分かれてボーリングでしのぎを削る番組。それまでテレビ朝日の春秋改変期の起死特番はゲームや隠し芸などと一定していなかったが当番組よりボーリングに固定以後1987年春まで7年半にわたって放送され TBS 系列の4.10月だよ。 全員集合と並ぶ、春秋回変期の名物番組となった。また当番組の人気で、ボーリング人気が再燃するきっかけともなった。当番組は大別して、次の3タイトルに分けられる。なお、は、春か、秋かのどちらかが入り、XX には、放送年の西暦か2桁の数字が入る。一般的には、ボーリング選手権の方が知られているが、選手権は、 ラストの3回しか使われていない。本校では便宜上、一番多く使われた、オールスター番組対抗ボーリング大会をタイトルした。4.10月だよ同様、原則として、途中で月が変わる週に放送されたが、編成の都合上、一週早くなることもあった。しかし、春は4月放送、秋は10月放送は一度もなかった。なお、 1982年までは原則として、春中開催だったが、1981年は、春のみ開催、同年秋は、金ちゃんのどこまでやるのと、笑いアップ歌謡大作戦を流用した、激突、オールスター秋の番組祭り、どまで笑いアップするの大作戦、を放送、そして1983年からは、春のみの単独開催に変更し、秋は、 オリジナル企画、輝け。オールスター秋の番組対抗ウルトラ料理大賞、1983.1984年や、象印クイズヒントで、ピント、1985年や、ビート、たけしのスポーツ大賞、1986年を流用した番組を放送した。一貫して、水曜19時20時51分、JST。出場チームは12チーム。 または10チーム。全部で3ブロックに分かれており、12チームの時はすべて4チームだが、10チームの時は4、4、2か、4、2、4編成となる。なお各対戦の間には、食事中の各チームの出演者にインタビュアーが訪れ、番組内容を紹介していた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。